ます。釣り子 TV です。2020年1月14日に島野から続々と2020年の新製品情報がアップされておりますが、ね、ホームページね覗きに行ったらね、もうねみんな大注目で多分きっといっぱい開いてるんだろうなっていうことで、なかなかですね見たいページが開かないって、もうねすごいことになっておりますが、その中でねまあちょっと夜までかけていろいろと気になるところね、シマノの新製品情報を、見てきてですね、釣り子 TV 的に気になるまあ、ルアー釣り中心になるとは思うんですけども、まあ、ここ気になるなーなんていうところをねいろいろと調べてきましたので、釣りフェスティバルが始まる前にですね、そこら辺まとめて、まあ、自分のね予習も兼ねてですね勉強していきたいと思います。まずはですねスピニングリールだとこれね古いやつだけどツインパワーがですね新しくなるっていうことでね、ここ大注目なんじゃないかな。ね、ツインパワー、まあ結構これなんかもね、もう今となっては重い部類のね、スピニングリール、結構古い方だからね、なってくるんですけども、未だもう現役でね、シーバスなんかはやっぱりこれだなっていう感じで使い続けてるんですが、まあさすがにね、海でずっと使ったり、あとバスのパワーフィネスで使ったりしてですね、まあ、ここがシャーシャー行ったりね、いろいろしてきてるんで、まあツインパワーなんかもタイミングによってはですね新型に買い替えてもいいかななんて思ってね、そんでまあスペックのところなんかもねいろいろと見てきたんですけども、まずデザインがねいかちいですね。あーなんかすごいかっこいい感じ。どちらかっていうとね最近バンキッシュとかまあそういった新しいステラとかねより洗練されたデザインになったり、より見た目からちょっと軽そうだななんて思うデザインが増えてきたと思ったんですけども、今回ツインパワーはねちょっと角張ったところも多めで、なんというかもう見た目から丈夫そうだななんていうのがわかるんですけども、ポイントとしては金属のローター部分に鋼ボディを組み合わせて、さらに剣術剛剣の極みへっていうことで、まあ結構ね昔からある、シリーズですから、もうねここをツインパワーに関しては特に剛性感を極めていこうっていう、こういうことみたいなんですけども、で価格が、4万3000円から4万6500円ほどまでということで、まあ海で使ったりバスで使ったり両方釣りやるよなんていう人はまあツインパワーね、一つ選択肢に入ってくるかと思いますけど、重さはね全体的にまあ一番軽いところで 180g から、5000番クラスだと 260g とね、まあ昔からあるスピニングリールの重さだななんていう風に思うんですけど、手元にね重心ががっつりくるので、まあそこでまあちょっとシーバス釣りなんかね手元を安定させて薪に集中したいなんていう時はまあちょうどいい重さなんじゃないかななんていう風に思いますけども、まあ、金属のローター部を採用したことによって光合成高耐久っていうことでね、非常に剛性感が上がってるよっていうところで、でその下のところには、鋼ボディが、待っていて、で鋼ボディの中には鋼ギアが入っているから、とんでもなくですね、まあ丈夫に作り込んであるよっていうことみたいですね。まあツインパワーはね、シーバスもやるしバスもやるし、パワーフィネスなんかも好きだしななんていう人には一つねうってつけのリールなんじゃないかななんていうふうに思いまして、まあスピニングリールではねその他にステラのソルトウォーターなんかもね、出ますけども、あそこはねもうねほんと9万円とかね10万円超えのリールで海のね超大物と戦う人たちのね、リールなのかなっていうことで、まだ自分でそこら辺の釣りあんまりやっていないので、今回はねさらっと見るだけぐらいになるのかななんていうところで、でベイトリールに関してはですねメタニウム出るっていうね動画ね昨日上げたんですけども、ベイトリール注目のラインナップとしては2019年の目玉の一つだった軽かったコンクエストシリーズにいよいよサイズ展開とね、あとは中のギアの展開が追加されますね。まずはですね100っていうのが出てきますので、この100番台のまあ、このねすごい使いやすい軽かった DC シリーズの最新機能がいよいよ100番台に、搭載されるっていうことで、手の小さめの方とかまあそこまでラインのね糸巻き量いらないよなんていう人には非常にいいリールが
出てくるんじゃないかなということと、あとはね、待望のハイギアモデルが出るっていうことみたいですね。自分はね、軽かったといえばローギアっていう感じでね、ハイギアのやつはね、他のリールなんかでもね使えてるので、軽かったに関してはこのね、太い糸ががっつり巻ける200番台のローギアでだいぶ満足してるんですけども、いや丸型でハイギアで軽かったがいいんだよっていう方にはもうね非常に嬉しいんじゃないかなということで、軽かったの DC シリーズにもいよいよ、ハイギアモデルがね左右ともに出てくるよっていうことでね、これはね非常に楽しみじゃないかなっていうところですよね。それと、SLX が、DC になるっていうことで、イージーなぶっ飛び性能と、強力な対バックラッシュ性能を両立した、飛距離の限界を軽々と引き上げる新生 DC っていうことで、SLX の DC ね、これ、外国の方ではね、もうちょっとね、スペックは違うけど、販売されていたようで、もうね、並行輸入で買っちゃおうかな、なんていうふうに思っていたんですけども、日本でもね、若干日本仕様にスペックを変えて、SLX の DC が出てくるということで、まあね、非常にお求めやすい価格帯のね、リールっていうことでいいじゃないかなと思うんですけども、まあ大体全部ね、いろいろノーマルギアからエクストラハイギアまで揃っていますが、27,500 円っていうことなんで、店頭に並ぶときはね、さらに買いやすい価格帯になるんじゃないかな、なんていうふうに期待できますよね。まあそんなところと、あとね、竿のところで言うと、なんといってもゾディアス、ね。ゾディアスがいよいよね、変わってくるっていうことで、冴え渡る感度を手にしたグローバルスタンダードっていうことで、これはですね、カーボンモノコックグリップをゾディアスに搭載しちゃったっていうことで、これね、カーボンモノコックグリップってね、搭載された竿をね、何か買いたいなと思ったけど、実はね、一本も持ってなくて、で、ゾディアスってね、一本持ってるんですけど、本当に使いやすい。で、丈夫だし、まあなんか軽いし、っていうところで、そこのね、このカーボンモノコックグリップを搭載したことによって、全体的におよそ 10% ぐらい軽量化っていうことで、前のモデルもね、これ重って思ったことはないので、それが軽くなって、で、いろいろなね、番手がね、準備されている、シリーズなので、ちょっとね、自分のなんか欲しい番手のやつ、ゾディアスで一本買ってみようかな、なんてね、考えちゃいますよね。で、パーフェクションリールシート XT って言ってね、スピニング、ベイトともにね、なんかデザインがね、若干グリップなんかもね、変わってね、非常に、かっこいいな、っていうことで、まあ見てきたラインナップの中で気になるところだと、170M の、G の2っていうモデルがあるんですよね。結構ね、自分はグラスコンポジットザオ好きなんですよね。今ね、ダイワのタトゥーラエリートのですね、大森プロのですね、クランキンっていうモデルね、グラスコンポジットのものを使っていて、非常にね、使いやすくて、まあ魚がね、バレない。ね。もうとにかく粘ってくれてバレないからね、そのね、ダイワのね、やつ使ってるんですけども、シマノの方で行くと、このゾディアスシリーズ 170M の G ってね、グラスコンポジットのモデルで、で、2っていうことはですね、2ピースになるね、やつが出るっていうことなんですよね。グラスコンポジットのロッドで、2ピースで、ゾディアスで、まあ、カーボンモノコックのね、グリップがついていて、で、まあ、ちょっと持ち重りしがちな、例えばそのグラス系の竿が、この機構を採用したことによって、あれ軽っていう感じになるんであれば、ちょっとこれはね、気になるかなっていうね。でね、島のね、ほとんど波継ぎで継がれていてね、継ぎ方なんかも綺麗で好きなんで、まあいろいろ気になるモデルはあるんですけども、ちょっとね、値段帯もそこまで高くないし、買うとしたら 170M の G ね、2ね、まあ買う買わない別にして、まずはね、釣りフェスティバルでどんな感じの竿なのかね、ちょっとね、触り込んでみたいな、なんていう風にね、思いますよ。その他ね、追加のラインナップでいろいろな竿は増えてきているんですけども、ホームページで見ていくとですね、遊び方は自分で決めるフリースタイルっていうコーナーがあって、
ここ開くとね、結構面白いサオがいっぱい載ってるんですよね。フリーゲーム XT っていうね、まあそこまで高くない価格帯のね、いろいろな次のね、まあなんだろう、海外に持っていくのに便利なね、次の感じにしてくれていて、で、これもね、シーバスから、ほんとね、スーパーライトルアーまでね、いろいろ対応したね、サオのシリーズがあって非常に気になるなというところと、で、高級な機種でいくと、ワールドシャウラドリームツアーエディションの追加機種がね、非常にね、いろいろなラインナップが増えているので、ここら辺もね、まあほんとね、最近飛行機に乗るときね、長いものとか持ってくとかね、もうほんと大変なんで、あとね、送ったりするときね、これね、全部姉妹寸法ナイスなね、サイズに収めてくれているので、まあ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 、こういうね、旅先で釣りをする、まあ自由にね、いろいろな遊び方をするっていうところのラインナップが非常に島の充実してきているなっていうことで、その他ね、ニューワールドシャウラテクニカルエディションっていうね、非常にね、ライトゲームに特化した美しいデザインの、スペシャルなワールドシャウラがあったりですね、まああの、このその横にあるね、ボーダーレスなんていうのはね、これあの延べ竿なんですけども、まあまあまあ、ボーダーレスにね、いろいろな釣り物ね、いろんなターゲットを自由に狙おうっていうことで、ここのね、遊び方は自分で決める、フリースタイルのコーナーね、これね、一個一個開いていくとね、結構面白い竿が見つかるかと思うので、ぜひホームページでチェックしてみてはいかがでしょうか、なんていう風に思いますが、まあそんな感じでね、いろいろ今ザラッとね、気になるところを見て回ってきたんですけども、実際に釣りフェスティバルに行ったらね、さらにね、ルアーのところであるとか、あとはね、ちょっとね、聞かないと気づけなかった、あ、そんなことになってるんだなんていうね、情報が盛りだくさんだと思いますので、引き続きですね、釣りコー TV では、こうフィッシングショーなんかにね、向けてどんどん予習していって、さらにね、ここ聞いてきたいななんていうところね、どんどん聞いてきたいと思いますので、まあちょっといけるいけないかはね、わからないんですけども、こういうのも見てきてくれよなんていうね、ものがあったら、ぜひコメント欄とかにですね、残しておいていただいたら、ああそういえばそういえばって言ってね、ちょっといろいろ見てきたいと思いますので、ぜひですね、活用していただければと思います。まあ何にしても、まあ、ツインパワーが新しくなったり、ゾディアスね、新しくなったりとか、あと何にしてもね、メタニウムですね、あれがとんでもない進化を遂げるっていうことで、注目していきたいなっていうところですよね、なんていうことでね、結構長くなってきましたので、はい、本日の釣りコー TV は、釣りフェスティバル、目前ということで、いよいよね、解禁された、島野の情報を、予習してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。